予備高校しやめ、まあ、ほぼほぼ専業 YouTuber の生活をしてどうなのかっていうのをね、まあ6冊が今動いてる感じですね。月始まる前は真っさらなスケジュール帳、午前3、4時まで仕事してるっていうのは変わんないです。じゃあまあどうなったんですか収入。だ年商自体だったら始まりました。むてつチャンネルさあ、さてさて、6月に入りましたね。暑い。予備高校し辞めて、オーナーして、まあ、ほぼほぼ専業 YouTuber ですね。の生活をしてどうなのかっていうのをね、ちょっと話していきたいかなと思いますね。一体、収入とかどうなっていったのっていうのね、気になると思いますんで、はい。その辺のことを話していこうかなと思います。まあそうですね。やっぱ、ほとんどは動画ですね。一番使ってるのはやっぱりどうやっても、まあ、メインチャンネルとサブチャンネルでユーテラ授業チャンネルがあるんで、それらで、まあ、ユーテラがない日だったら3時間半ぐらい、ユーテラがあるんだったら、まあ、自分の動画自分で編集するんで、そしたらまあ5時間ぐらいは編集に当てないといけないんですよ。まあ、編集マン使うときはね、一個メインチャンネルが消えるんで、それはだいぶ楽になるんですけど。で、あとはまあ、武田塾イングリッシュ出るときは、その動画をチェックしなきゃいけないし、武田塾出るときはそれをチェックしなきゃいけないですね。で、あとはネタ考えてなきゃいけないんで、サブチャンなんかまあ、ニュースについて取り上げること多いんで、ニュース見てる時間もだいぶあります。メインチャンネルの方はもうパッと浮かべばもうパッと撮って、スパーンってすぐ編集してっていう感じで、あれは撮るところまではすごい速さで動くんですけど、ただやっぱ編集時間が長いです。で、サブチャンネルは編集時間はテロップほぼ入れてないんで短いんですけど、アイデアを考え出すまでが長い。そんな感じで時間をすごくすことが多くて、で、プラスで、本ですね。まあ、本の構成やってるんで、そこが、ま、時間かかってるかな。動画つけてトイックのやつ出すんで、動画の構成、これがだいたい夜中やってますね。これがまた大変ですね。はい。で、本の構成、単語帳の方はもう絶対6月には、構成やりますんで、そう、多分ね、編集者の方は本当にやるのかって思ってるかもしれないですけど、はい、やってます。その他の時間としては、やっぱメールのやりとり、メール返すだけで1時間ほんとかかるんですよ、毎日。それはね、ごめんなさい。まあ本のやり取りがまずいっぱいありますね。何冊もやってるので、構成段階が、2つ。で、3つ目がもうすぐやってきますね。3つ4つか。だから4つが構成の段階に入るんで。で、アイデア出しの段階。で、問題作ってるところ、今自分が。っていうのがある。まあ、6冊が今動いてる感じですね。で、プラスで、あ、そうか、メンバーシップの動画とかも作ったりしてるんで、プラスで TikTok 用に編集したりとか、あと TikTok ライブか、があったりとかいろいろあるんですけど、まあ、メールがやっぱね、長いんですよ。出版社のやり取りして、その他いろんなところとスケジュール合わせたりしなきゃいけないんで、企業案件もやっぱ来るので、企業案件だったりなんだりも、当然請求書があったり、その後領収書を出したりとかっていうのが、もういろんな会社とやらなきゃいけないので、そこがね、むちゃくちゃ大変です。で振り込んだりとかお金をねする仕事もあるので、まあその辺が大変です本当に。で、まあ武田塾の3つの校舎やって、まあ国立に加えて豊洲先沼があるんで、まあ、豊洲はそこまで遠くないんで頻繁に全然行っても、まあ国立と先沼は遠いので、だからまあ前みたいに国立に毎週っていうわけにいかないんですよね。でも毎月必ず行こうと思ってるんです。なんで3人の校舎長をプラス1人雇って4人体制で、まあそれぞれの校舎で校舎長が休みの日に入る人っていう感じで雇っててやってるんですけど、それぞれに給料払ったりとかもしてるので、すごいですね。で、税理士さんがいたり社労士さんがいたりとか、もう本当にぐるぐる回ってます。で、まあそれぞれの校舎長からこれどうしましょうとか、これ買ってもいいですかとか来るんで、その辺の対応したりとか、あとはまあ引き継ぎですよね。前のオーナーさんからの引き継ぎをいろいろやったりとか、契約関係とかがまあ大変ですね。時間はあるはあるんだけれども、埋まっていくって感じですね。だからスケジュール帳もまず真っさらなんですよ。本当に6月のスケジュール帳を一昨日ぐらいまだ本当真っ白です。トイックしか書いてなかった。トイックしか書いてなかったのに、今2日経ちましたけど、2日経った時点でもう1週目2週目全部埋まったんで、毎月こんな感じですね。1日も休みがないんですけど、月始まる前は真っさらなスケジュール帳、月が始まる手前に来た瞬間にブワーッと埋まるって感じで、それぞれのもうミーティングだったり打ち合わせでブワーッて埋まっちゃうんで、だからもっとね、講師業を終えて暇になると思ってたんだけど、暇にはならないんですね。不思議なもんだなと思った。ありがたいことに仕事は全然なくなってないです。で、朝早く起きることはほとんどないですけど、まあ、トイックの時ぐらいですけど、忙しさはすごいです。まあ、3、4時まで、午前3、4時まで仕事してるっていうのは変わんないですね。じゃあまあ、どうなったんですか収入ってね、思ってる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、講師時代より全然多いですね。はい。もうずっと多い。
それはもちろん後者のね引き継いで後者が多くなったっていうのはあるんですけど、ただそれはまだ全然引き継いだばっかりで年度始めなんで、まだまだこっちが先に初期投資しなきゃいけないことってたくさんあるので、でもそんなプラスではないと思うんですよ。だから年商自体だったらまあ1億は全然いくとは思うんですね。年商ですよこれね。年商自体は全然いくと思うんですけど、まあ、そこから経費引いていくんで、年収はどれぐらい残るか全然わかんない。まだ初期投資していきますから。でその YouTube っていうのは別にほら編集費ぐらいで編集マンに頼む、それ以外ほぼほぼかかってないので、お金がまあユーテラの方は毎月お金かかってるんで、電子黒板代とかね支払ってるんで、編集費と電子黒板代は僕が払ってるんで、もう皆様のクラウドファンディングがなきゃ黒字にできないっていう感じなんですけど、やっぱり YouTube がプラスです。全然今までよりもはるかに多いので、前は最高月収とかがね、まあ、去年とかは100万いってればイエーイよかったぜってなってたけど、今100万超えない月はないので、 YouTube 自体がまあ多分150も切らないんじゃないかなって思ってますけど、まあまだ分かんないです。この後どうなっていくのか、まだ5月も全体の分かんないですし、6月もどうなっていくか分かんないんで、なんでまあ YouTube の方がどんと増えたんで、3月とかほんとすごかったね。いわゆる本当に登録者100万人超えの人たちぐらいの再生数だったから、 YouTube ってこの人たちってほんとすげえもらってんだなっていうのはね分かりました。まあね、YouTube がうまくいけばいけるけどって感じですかね。そんな感じです。で、そこは困ることはないんですけど、まあアイデア出しですね。アイデアを考えるのが大変です。そこ頑張ってね、やりたいと思いますんで、ぜひ応援してもらえればいいんじゃないかなと。まあこれもね、本当に見てもらえる視聴者の方々のおかげなので、ね、その見てくださる皆さんがいなかったら、こんなん成り立たないですからね、僕なんて。本当にありがたい限りです。また、まあさすがに、今年は海外に行きたいと思いますけどね。はい。いや、このね、何年間も行けなくて、ようやく、だってそう、講師業がなくなったから、やっと、いつでも休みが取れるってなったのに、週の決まった時に働かなくていいってなったのに、なのに海外一回も行けてないっていうのはね、ちょっと悲しすぎるので、そこは行きたいなと思いますね。そのね、海外旅行編、そして、いずれは海外移住編が出てきますので、その辺のことも待っていただければと思います。ぜひぜひ。そういった形も見ていただければと思いますんで、はい。平田ズヤ、皆さんこんにちは。ちょっとこう皆さんに重大な発表があります。何を隠そう、ポーカーやってたって。まあそれはまあ僕もね、ちょっとこう、はい、ほやほやすぎてやれてるんだよ、はい、もうちょっとやめて。なんとユーテラ授業チャンネル撮影場所を移転いたしました。まあ今までね、宝泉寺さんでね、こう撮らせていただいてたんですけれども、お寺といえば朝早くて夕方閉まるのが早いっていう特徴があるんですね。でちょっとなかなかこう撮影のタイミングだったりとかが合わなかったりとかすることもありまして、ということで移転をしてきたわけですね。で今回どちらに移転したかと言いますと、皆さん、よく知るところでございます。ほらドン、はい、そうなんでございます。こちらゴロゴネットさんで、今後は撮影をしていきます。はい、ゴロゴネットさんのね、出版社のね、出版社をゴロゴネットさんの出版社の曲がりをしましてですね、でグリーンバックとそして電子黒板を設置しまして、で撮影ということになります。なるほど、ね、やっぱりゴロゴを使ったこう国語のね講義ネタなんかもやっていけますんで、結構僕としてはまあ内容に厚みを持たせることもできますんで、はい、で深夜とかでも撮影ができちゃったりするんで、そうですね、うん、なので代表の沖田編集長にはすごくよくしてくれましてね、うんうん、助かりましたということです。よくしていただきましてね、はい、あそう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 敬語ができるようになったじゃないか、哲也、はい、成長したな。